プロ野球ファンの皆さん、こんばんは。今夜はここ福岡ドームから福岡ダイエー対西武の一戦を実況担当川木直樹でお送りいたします。オークスはエースの寺原、そしてライオンズは西口、以上のような両先発となっています。さあ、まもなく試合が始まります。さあ、注目の立ち上がり、ライオンズの攻撃。先頭バッターは柴田、打ちました。サード右へのゴロ、ファーストへ送る、アウト。ワンアウトになりました。先頭バッター柴田倒れました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番尾関、一塁へ、アウト。右バッターボックスはフェルナンデス。第1球を投げた、初球打って出た、二遊間抜かれた、センター前ヒット。ライオンズ先制のチャンスを迎えます。ツーアウトランナー一塁となって、続くバッターは和田。さあ、初球思い切ったスイング、空振り。インコース高め、直球を使ってきました。投げた、これは見送って、ボールアウトコース低め、際どいところ、打った、痛烈な当たり、ダイナーだ、ヒット。ボールは中継、フェルナンデス二塁です。とさあ、ツーアウトランナー一塁二塁とチャンスを広げました。投げた、初球すっぽ抜け、ボール、打ちました、三遊間、ショート待って取る、一塁送る、アウト。スリーアウトです。ランナー一塁二塁残塁。1回の表が終了して0対0、ライオンズ初回0点に終わっています。これからホークスの攻撃に入ります。トップバッターは柴原、第1球を投げました、打った、初球打ち、二遊間抜けた、センター前ヒット。センター追っていく、打ったバッターは一塁蹴って二塁へ、柴原ツーベース。ここでしぶといバッティングの川崎、スタンドはかっ飛ばせ川崎の大声援。打った、ピッチャー抜けた、センター前にボールが放っている、柴原一気にホームへ、いいボールだ、セーフ。ホークス、まずは1点先行、川崎タイムリーヒット。ここで粘りに定評のある井口、ホークス追加点のチャンスを迎えています。低め、チェンジアップ外れて、ボール、ホークス1点先制しています。変化球、ボール、アウトローへ投げました、インロー打った、セカンド右、一塁アウト、ワンアウト、三塁はセーフ、ワンアウトランナー三塁に変わります。ここでしぶといバッティングの松中、ホークス追加点のチャンスを迎えています。投げた、打った、レフトの頭上、伸びる、また伸びる、まだ伸びている、レフト見送った、ホームラン、ツーランホームラン、白球は無情にもレフトスタンドへ。バッターは5番城島、投げた、打ちました、いい角度で上がっている、尾関下がった、センター見送った、ホームラン、ソロホームラン、2者連続ホームラン、初球を完璧に捉えました。4対0、ホークスリードを4点に広げました。投げた、打った、和田落下点に入った、取ってアウト、2アウト。右バッターボックスに入りました。第1球を投げた、スライダー見送って、ボール、投げた、内角高め、ボール、ボールカウントロー、ツー、投球3球目、アウトロー、緩い球、ストライク、投げた、直球ストライク、インハイへ投げました、打った、貝塚バック掴みました。1回が終わって4対0、西口この回2本のホームランで4点を失っています。2回の表、4点を追いかけますライオンズの攻撃。先頭バッターは6番中島、カーブ外れました。さあ、次の投球です。ボール投げました、まっすぐ見送ってストライク、インコース決まってワンツー。第4球を投げました、スライダーをアウトコースへ投げました、ここは選んでフォアボール、いきなりフォアボールを与えてしまいました。バッターは7番後藤、これが初めての打席になります。高めわずかに外れて、ボール。さあ、次の投球です。外低め、ボール投げた、内角低め打った、レフトの頭の上越えるか、レフト交代、前進守備の外野を越えた、取った、三塁へ、中島三塁です。と後藤、レフト後方へのツーベースヒット。投げた、スライダー決まってストライク、
投げた変化球ボールアウトコースへワイドはあっとワイルドピッチかライオンズ1点返しました。投げた速球ワンバウンドボール低め外れてワンツー投げたカーブワンバウンドボールわずかに外れてワンスリーさあ5球目インサイド見送ってストライクさあ6球目スライダー見逃し三振これでワンアウトランナーは三塁に変わります。ここでチャンスには別方強い高木今日最初のバッターボックスショートのグッドビーアンド抜かれたレフト前ヒット高木左中間へのタイムリーヒットワンアウトランナー一塁に変わります。ここで打者一巡してバッターは柴田最初の打席は内野ゴロに倒れています。足を上げた投げましたこれはボールアウトロー外れてワンエンドワンランナースタートを切った投球ボールキャッチャー2塁送球これはタッチアウト盗塁高木スライディングした際に負傷してしまったようです。第4球を投げましたバットのやや先端1・2塁間の当たりアウト2回の表が終わって4対2ライオンズこの回2点を返しました。お待たせいたしました。ここで怪我の情報が入ってきました。今ベンチから出てきました。大丈夫なようです。これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは8番吉本これが初めての打席になります。野田足が止まって構えた吉本詰まった当たりのキャッチャーファールフライに終わりました。これでワンアウトランナーはありません。右バッターボックスは9番井出今日初めてのバッターボックス初球打ちこれはヒットになります。さあワンアウトからのランナーが出ました。ワンアウトランナー一塁に変わります。続くバッターは柴原打った三遊間破ったレフト前ヒット。さあワンアウトランナー一塁二塁とチャンスを広げました。第1球を投げました打ったボールを取った二塁へトス二塁アウト一塁アウトゲッツー2回が終わって4対2ホークスこの回無得点です。ライオンズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは2番尾関最初の打席はショートゴロに倒れています。インコースのボール左へヒット掴んだライオンズ先頭バッター出塁です。バッターは3番フェルナンデスこれが2打席目になります。まずは1塁牽制もう1回ここで1塁へ牽制球を送ります。もう一度一塁牽制球です。ランナー戻ります。寺原ランナーの動きを警戒しています。アウトコースわずかに外れてボールまた牽制ワンボールから投げた強振空振り投げた速球ボール投げた内角カーブ外れてボールワンスリー投げた真ん中にストライクさあ6球目低め見送ってフォアボールこの場面でチャンスに強い和田二塁ランナーをちらっと見た。ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。バルデス交代入れば逆転どうだ入るか諦めたホームラン逆転スリーランホームラン4番の一振りで逆転バッターは5番貝塚最初の打席は内野ゴロに倒れています。5外れましたワンボール投げましたあっとすっぽ抜けたさあ3球目打ちましたいい当たりセカンドから一塁送球アウトワンアウトバッターは6番中島第一打席はフォアボール投げました直球ボールまずは外角さあ2球目打ったいい当たりだ柴原ゆっくりと構えた取りました。先ほどツーベースを放っている後藤さあ初球打った痛烈な当たり二遊間抜かれたセンター前のヒットになります。さあこれでツーアウトランナー一塁バッターは8番野田この試合2回目のアットバット打ったショートのグッドビーこれも抜けたレフト前のヒットになります。ライオンズ2者連続ヒットさあツーアウトランナー一塁二塁とチャンスを広げました。初球打った大きな当たりぐーっと伸びていく手応えは十分かライト見上げたホームランが揺れています。8対4ライオンズリードを4点に広げました。ここでタイムを取りました。寺原このままではこれ以上持ちそうにありません。寺原早くもノックアウト。クラブ今日2番手としてマウンドに上がります。打った
ピッチャー抜かれた。ヒット、センター前ヒットになった。柴田、今日初めてのヒットを放ちました。先ほどヒットを放っている尾関、投げました。縦のスライダー、ワンバウンド、ボール、ワンボール、一塁牽制、一塁セーフ。さあ2球目打った、ヒット、一塁ランナー二塁を回った。ピッチャーベースカバーセーフ。ライオンズ、今日11本目のヒットを放ちました。さあ初球、膝元変化球、ストライク。初球まずは入れてきました。一塁へ牽制球を送ります。セーフ。投げた、インコースわずかに外れてボール、ワイドワン。もう一回一塁へ牽制球、一塁はセーフ。肩越しにランナー見た、投げた、ストレートはボール高め、ボールカウントワンツー。投げた、空振り、強振、ツーツー、平行カウント。投げた、ボール外れた、フルカウント。自動的に一塁ランナースタートします。ぐんぐん伸びていく、レフト見上げた、ホームラン、スリーランホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ。スタジアムが大歓声に包まれます。ライオンズリードを7点に広げました。打ったバットのやや根元、柴原手を上げて掴みました。これで3アウトチェンジ。3回表が終了して、ライオンズこの回逆転に成功しています。ホークス、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番井口、最初の打席は内野ゴロに倒れています。第2球を投げました、チェンジアップは大きく低め。第3球を投げました、インコース引っ張った、ボールを取って一塁送球、アウト。これでワンアウト。先ほどツーランホームランを放っている松中、ピッチャー萎縮しています。ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。さらに伸びていく、見上げた、ホームラン、ソロホームラン、松中これで2打席連続ホームラン。初球をうまく捉えました、ライトスタンド狂気乱舞。投げました、スライダーはボール、わずかに内側。さあ次の投球です。ボール、スローボール外れました。城島よく選んでいます。投球3球目、スライダーボール低め。